森まや、一喜一憂、プライベートを赤裸々に語る、カムロ町キャバ嬢 TV。 今回2人がお邪魔したのは中目黒にあるスペイン料理店バルベラーノ。名物のパエリアをはじめ豊富なタパスが楽しめる人気店なのだ。何食べよっか。何にしますか。お酒飲めないんだっけ。はい、飲めない。苦手です。私もあんま飲めない。赤くなっちゃうかない。なります、ね、もうすぐ赤くなっちゃうんで。そうですね。じゃあサングリアのグラス2つください、はい、自家製だって。すごい。なんかで乾杯した方がいいよね。龍が如く4。何をやってたんだ私。龍が如く4。乾杯。乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すごい美味しそう。すごい、めっちゃ美味しそう。うわー、やばい。よほどお腹が空いてたのか、無言のまま料理を頬張る森まやと一輝。普通にご飯食べてるからね、本当に。なかなか会話のきっかけがつかめない2人を心配し、スタッフが質問を用意。コースターの裏に書かれた質問に答えてもらっちゃいます。というわけで新企画、めくって答えてコースター。どういきます。じゃ一番手前にしよう。じゃん。何フェチ。お何でも匂いフェチもそうだし、なんか匂いはちょっといい香りがするのがよくて、でも香水は嫌なの、うん、その人の匂いでちょっといい匂い。洗剤とかシャンプーとかが残ってるぐらいがよくて、でもちょっと汗臭いのもなんかとりあえずいい匂いならいいんですか。そう、汗臭いのもちょっといいよね。汗臭いのもいいんですか。そう、まあ、男らしい感じが、なんか汗かいてるみたいな。何ですかそれ。汗かいてんじゃんみたいな。生きてるんだなっていうか。なるほど。なんかそういうのが好き。素敵です。すいません、気持ち悪い。手拭きいい匂いしますよねこれ。そう、これもいい匂い。これめっちゃいい匂いするんですよ。やばいんですよ。これ超癒されるよね、うん、この匂い。さっきからなんかいい匂いだねってずっと。ごめんなさい、変な図で失礼しました。じゃん。忘れられないデートは、なんか昔の彼氏がなんか誕生日の次の日にお家でも祝おうみたいな感じで言ってくれて、でなんかシャンパン高いやつ多分買ってきてくれて、グラスも買ってきてくれたので、で私ありがとうって言ってバンって感激して立ったらグラスバーン全部割れちゃって、中身も全部出ちゃって、やっぱりどうしようと思って、ごめんみたいな。で向こうは全然いいよみたいなこと言ってちょっと引きずってて、全然いいよみたいな。ちょっと引きずってて、本当すいませんでしたって感じだった、その時は。で、あとあと、はい、その後ごめんねあの時みたいな話して、さ、実はグラス1個3万ぐらいしたんだよみたいな感じで、ごめんって、また冷や汗みたいな時がありましたね。いや、どじっこですか。多分すごい大事な場面でどじっちゃうんですよ。気をつけよう。はい、グラス割っちゃって。じゃあどうぞめくります。はい。じゃん。じゃん。無人島に持っていくとしたら何を持っていく。これ1個、1つだけ。無人島に持っていくとしたら、パソコンとか繋がないよね。繋がらないと思います。はい、電気ないんで無人島。そうだよね。雑誌かな。お、なんかモデルっぽい。私多分モデルとか関係なくて雑誌がすごい好きで。そうなんですか。そう、昔からすごい雑誌を読むし、雑誌時間読んでる時間がすごい長いのね。すごい多分時間暇つぶしになるから雑誌を持っていくかな。おー、何持ってく。お母さん。あの持ってくだからね。だって連れてくじゃないよね。
ダメだ、人しか浮かばない、恐ろしい。もう一人じゃ生きていけないんです、多分寂しくてダメなんです。じゃん、許せない男の仕草。私、仕草か分かんないんだけど、男の人さ、洗濯とかあんまちゃんとできない人とかいるじゃん。部屋干し臭いのがダメなの。すごいちょっとマニアックだったけど、なんかもう全部超完璧にしてて、おしゃれもして、もうなんか決めてるのに部屋干し臭いみたいな人とかたまにいない？残念ですね。部屋干しトップにしてみたいな。洗剤を変えてみようみたいな。そう、部屋干し臭い人いるじゃん。いますね。それがちょっとダメ。確かに。だから匂いフェチだから、そうさっきも言ったんだけど、匂い、いい匂いの人が。そう、汗臭いのはいいんだ。